パンナコッタフーゴはネアポリス郊外に、しかし両親や周囲の人間からかけられた期待の大きさ必死にこらえて何とかやり過ごした。フーゴ君、こんな時間まで何をやっているのか。いえ、そう何度もお世話になるわけには。失礼します。まあ待ちな。やめてくれ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 、やめろと言ってんだ。このダグザルが。両親は金を使ってフーゴを無罪にしたが、てめえこの食い逃げ野郎が、牢屋に放り込んでやる。僕のこの行為は緊急避難として認められる可能性が大いに。とまあ僕の身の上話はこんなもんです。俺のチームに入らないか、パンナコッタフーゴ。誰とも関わらず一人で生きていくと。ほう、なぜだ。俺と共に来いフーゴ、俺がお前を生かしてやる。これがフーゴのスタンド。どうやって身を守っているんだ。さっきからフーゴの居場所よりもこのスタンドの方を気にしているというか、あの鏡に何かある。フーゴがどこにいるのか。どうってことないな。あ、カラス。あれがフーゴのスタンド、パープルヘイズの能力。ウイルスは空中に撒き散らかされ、呼吸か皮膚接触で体内に侵入する。もちろんスタンドもだ。射程距離はどのくらいですか。室内ライト程度の光に数十秒当たると完全に死滅。まさにフーゴの凶暴性を象徴したようなスタンドだ。言うなればスタンドの癖ってやつかな。完全にコントロールできてねえ。じゃあなきゃあんな行動はさせねえ。だが無駄だフーゴ、あの鏡はどこにでもあるただの鏡だ。先を急ぐぜジョルノ。もし今フーゴの代わりに俺が襲われているのだとしても。それに敵の能力の謎を解かずに動くのは僕らにとっても危険です。この状況では先輩である俺の命令が絶対だ。覚悟してろよ。答える気はない。そうか、敵の能力が分かりかけてきたぜ。鏡の中だったのか。とにかく今はキーを。入った。中に引きずり込んだ。引きずり込んだお前が俺のマインザミラーの首をつかめるはずが。俺だけ入ることを。こいつはしまった、スタンドだ。フーゴのやつも今この中にいるんだな。どうやればこっから出れんのか。してやられたぜ、まんまと。スタンドそれ自体の攻撃パワーはあまり強いとは言えねえようだな。お前のスタンドが入ってきたのはちょっと驚いたが。あれ言っただろ、映るものであるならばそれは全て出入り口。スタンドも同様、半分だけ出ることを許可する。ジョルノの野郎の言った通りになるってことじゃねえか。キーは絶対に渡さねえ。破壊力は今一つ、そんな特徴はある。俺の勝ちだ。キーのありかを教えてくれてありが。今のてめえの体じゃ動かせたとしてほんの少し。てめえ何をやってる。探し物は見つかったか。手がねえ。まさか奴にキーを渡すために手を。そうすりゃスタンドの手の動きは止まっていたのによ。くだらねえことやりやがって。俺たち3人のうち1人でも無事に戻ればいいんだ。おいアバッキュー、この奥で何が起こってると思う。ジョルノ、てめえ早く行け。さて俺が取るべき道は2つある。そうだな。引きずり込んで。そしてフーゴもアバッキオも無事でみんなのところに帰る。ジョルノ・ジョバーナ、あのガキは何も分かっちゃいねえ。俺が唯一安心できるのはこの命令を遂行することが大切なんだ。感染して入ってきやがった。正気かてめえ。君は僕を引きずり込んだ時にすでに手遅れになっているんです。そこから敵の能力の謎を推理し。だが甘く見るなよ。アバッキオの野郎は
キーのために自分の手を切断した。ジョルノ、そいつを抑えろ。出たか、鏡の外に。やはり外に出ると思いました。奴にとどめを。ダメなんだジョルノ。だから動いている。やめろ。そう、マインザミラー、最後の力を振り絞れ。なんだって。感染したら僕にもどうすることもできない。奴の敗北は決まったんです。パープルヘイズのウイルスの中にいるのに生きている。どういうことか分かります。この蛇の血液から血清を取り出し、僕の体に注入しろ。ジョルノ、ジョバーナ、言葉で表現するものではない。真実の信頼がこいつにはある。命がけというのは僕のことじゃない。命がどうなろうとも、キーを守ったのは彼であり。クソジョルノ、ボコボコに。指令のキーはゲットした。